チャンネル。こんにちは、トムトムチャンネルでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。マンフロットの方のオートポール、ミニオートポール、フレキシブルのマジックアームご覧いただけましたでしょうか。あちらの方は非常に私も力入れて皆様にご紹介したつもりがですね、なかなか伝わってないところもありまして、ぜひですね、三脚立てるのが億劫とかですね、机の上で動画を作る方なんかにはおすすめじゃないかなと思います。ご覧いただけたら嬉しい限りでございます。今日はですね、早速なんですけども、久々のレンズ紹介であります。実はですね、こんなトムトムチャンネルのチャンネルにもですね、このレンズ紹介してくれませんかなんていうコメントいただける方が最近いらっしゃいまして、本当に心から嬉しかったです。そんなこと言っていただけるなんて、何か伝えられればと思って、今回はそのレンズを勢いよく紹介していきたいと思います。はい、で何のレンズかと言いますと、こちらですね、 AFS のマイクロニコール、60mm ですね。で F の 2.8、 AFS マイクロニコール 60mm F2.8 G レンズの ED のナノクリスタルコートのレンズでございます。こちらはですね、ニコンではもう言わずと知れた有名なレンズでありまして、単焦点の中の 60mm のマクロレンズでありますね。非常にいいボケととろけるような写真を撮るということで非常に有名でありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。そしてですね、作例なんですけども、動画の最後に、載せさせていただきたいと思います。おそらくこのレンズ紹介1本ではすみません。動画の方2本3本とおそらくなってるかと思いますので、作例の方はラストの動画のところにちょこちょこっと載せさせていただきたいと思います。この作例なんですが、私の自宅の近くに神田川の方で桜が咲いておりましたので、その桜の方を若干撮らせていただきました。でただ60mm マクロなので、どうしても中途半端な写真が多くなってしまいまして、近寄りもちょっとできないですし、木の上ですからね、近寄ることもちょっと難しいようなところで撮りましたので、なかなかちょっと作例というところまではいかないかなと思うんですが、ちょっとおまけ程度に見ていただければと思います。早速ですね、じゃあニコンのこのレンズの方の詳細の方をご紹介させていただきたいと思います。こちらが 60mm のマクロ F2.8 ナノクリスタルコートになります。とまずこちらのですね、レンズのマウント側からのご紹介になります。これでですね、マウントの方はこちらの金属製のマウントになります。こちらに電気的な接点がありまして、ここに絞りのレバーがあるような状態ですね。はい、こんな感じであります。はい、そしてじゃあ続いて表面に移ります。こちらの表面のフロントのレンズキャップ外していきます。表面がこんな感じでございます。フィルター径の方は 62mm になります。こちら今ですね、DHG のスーパーレンズプロテクトという丸美さんの私愛用のプロテクトレンズがついております。ご覧いただくとこんな感じですね。と後ほど絞りの方の、も、映してご覧いただきたいと思います。こちらの方はナノクリスタルコートですので、表面にフレア防止のコーティングがかかっております。こちらが SWM の、超音波モーターですので、オートフォーカスが、そこそこ速いと、後ほどちょっとその辺のスピードもご覧いただきたいと思います。マイクロですね、ニコンの場合はマクロレンズのところマイクロというふうに書いております。でマイクロというのがマクロレンズということになりますね。でナノクリスタルコートでメイドインジャパンということになっております。でフィルター径が62mm ですね。これ先ほど言った通りになります。真横なんですけども、こちらの方から、ナノクリスタルコートのマークと名称とニコンと、そしてここがフォーカスのリングになります。でこういう形で、回って、末端まで行っても回り続けるとフルタイムオートフォーカスということになりますね。はい、でこちらにスイッチがあります。マニュアルのみ、あとはオートフォーカスとフルタイムマニュアルの使用時のスイッチングですね。これ結構大事だと思うんですが、オートフォーカスの遊びをですね、ご覧いただけますかね。非常にガタ少なくですね、反応もよく、こうガタも本当に少なくですね、回した瞬間から瞬時に回っていく感じで、手にかかるトルクも非常にスムーズでいい感じのトルクがかかってくる感じですね。さすがマクロだなという感じはします。マクロはどうしてもですね、オートフォーカスに頼れない時がありますので、そういう時はマニュアルに切り替えてこういう風な形で使うことが多いので、グリップ部分も通常のものよりもかなり幅が取ってありますね。なので非常に回しやすいと思います。単焦点レンズでございますので、ズームレンズはございません。あとはマイクロレンズで、
今回のこちらのレンズに関しましては、手ブレ補正、VR もついておりません。今度は中の方をご覧いただきたいと思います。じゃあちょっとレンズプロテクト外しましょうね。中の絞りを見ていただきたいと思います。これでですね、絞りのリング徐々に開けていきますので、その辺ちょっとご覧いただければと思います。いきます。ちょっと手でやってるんでね、変なこうカクカクになっちゃいますけども。でマウント側からじゃあ今度見ていただきますね。はい、非常に綺麗な感じじゃないかと思います。こちらですね、私見た時にまずびっくりしたのが。